バンコク空襲とは、1941年日、対抗主導名条約締結から、1945年、太平洋戦争終結まで続いた、太陽国バンコクを攻撃目標とした、連合軍による一連の空襲。主に、B、B-24 爆撃機、B-29 爆撃機によって、バンコク鉄道駅、鉄橋などの交通要所、軍事施設を中心に爆撃を受け、 破壊された。1941年12月8日太平洋戦争海戦に伴い日本軍が太陽国に侵中すると12月21日タイと日本の間に非対抗主導名条約が調印された。1月8日にイギリス軍が首都バンコクを爆撃したのを機に1942年1月25日ピブンソン・クラム首相はアメリカとイギリスに対して 戦線復刻した。戦線復刻の後、バンコク及びタイ地方都市への空襲が展開されることになり、バンコク都内の大学では疎開が行われた。バンコクトンブリー地区の大規模空襲は1942年から1945年までの間で34回あったとされ、1942年から1944年までは、主に夜間に爆撃が行われたが、 1944年6月頃からは、昼間の爆撃も行われるようになった。攻撃目標が外れることも少なくなく、寺院、学校、民間住宅地も被災した。1942年11月25日夜間、B-243 機がバンコクに来週。カルカッタから片道 1300km を消破し、油于を爆撃した。 1944年以降、日本軍に配線色が濃くなると、バンコクへの空襲は、過れさを増し、日本軍関連施設、日本大使館、マッカサン駅貨物集積場、バーンスー駅鉄道創車場、チョンノンシー駅、フアラムポーン駅、トンブリー駅鉄道創車場及び、日本軍造船施設、対空迎撃機滑走路周辺、サナームパオ、 ルンピニ公園周辺対王国海軍通信隊、中東地、バンス数主水水門、ワットリアップ発電所、マッカサン自動車エンジン整備工場やバーンスーセメント、工場などの工場倉庫群、ラーマ六世橋などの長尾橋、バンコク港などの港湾施設が爆撃目標とされて破壊された。このバンコク空襲に対して、対空軍と日本軍は一式戦闘機などで応戦したが、 高高度を飛行する爆撃機になすすべなく戦火は、かんばしくなかった。1944年1月から1945年1月までに、太陽国全土でおよそ250回の空襲があり、航空機およそ2950機が、来週、およそ18600発の爆弾、6100発の焼夷弾が投下された。その間の損害は、死者1900人。 負傷者3000人、建物損壊9600棟、建物全壊1200棟。攻撃機は、主に B24 爆撃機であったが、バンコクは B-29 爆撃機の初の実戦地でもあり、1944年6月5日、インド基地から発進した、米陸軍航空軍、第20爆撃集団の B-29 爆撃機、98機が、バンコク、 マッカ山鉄道駅貨物集積場を攻撃目標に空襲した。1944年11月2日にもバーンス駅鉄道奏車場を目標とした大規模爆撃が行われ、55機の B-29 爆撃機が襲来した。この襲来に、対空軍と日本軍は一式戦闘機7機で応戦したが、バーンス駅は壊滅的な被害を受けた。 さらに11月18日、連合軍の B-24 爆撃機10機が、バンコクを爆撃。1945年1月3日、B-24 爆撃機44機が、ラーマ6星橋を攻撃目標として爆撃。3月27日、バンコク南方 12km にあった日本軍第4、師団プラカノン宿舎が空襲を受ける。 さらに1945年4月7日と9日、連合軍 P-51 マスタング戦闘機40機がドンムアン空港を襲撃した。4月14日には連合軍爆撃機数10機がバンコクに来襲し、発電所及び水道に被害を与えた。1945年4月以降、終戦間際のバンコク空襲に関してバンコクに駐留していた。 南方軍第39軍司令官、中村昭人中将の以下のように改装している。この、ところ敵空軍は、白々バン万国の上空に飛来し、傍若無人の猛威を振るった。また、市民のために紋品や薬を投下し、宣伝のビラを撒いた。しかし、これを反撃する飛行機は一機もなく、降車砲も射程が届かなかった。 終戦間際には連合国軍の爆撃に対するバンコクの防空力は残っていなかったとみられる。ありがとうございます。